はい、十二柱神社でございます。ちょっと入ってみましょうか、境内ね。30年以上前いっぺん来たんだけどね、誰かに連れられて、記憶によるとこんなやったっけ、長谷寺の帰りに寄ったような記憶するんだけどね。あれは誰やった、大江戸さんやったかな。こんなことが大好きな方がいらっしゃったんでね、なるほど。十二柱神社でございます。はい、失礼します。相撲発祥の地でございます。ブレッテン堂のね、お宮さんがあったね、宮川たちのことやけどね、これね、狛犬がなんかどうのこの昔聞いたことあるんだけど、なんだろう、これか、これがね、相撲さんのね、相撲の発祥の地で、狛犬持ち上げてあるから4体やったかな、8体、あ、両方で8体でしたね、うん、なかなか聞いたことあるんだけどね。まあその頃さっぱりね、興味なかったんであれなんだけど、これもそうかね。ちょっとわかる？あ、これはちょっとわかるね。これがなかなか珍しいらしいんだけどね、わしらよくわからなかったね、当時はね。はい、失礼します。こんな綺麗かったかな、全然記憶、ここにも熊犬おんのか、下には、あ、ここいらっしゃらへんねん、あれだけだったの、ほら、こっちの熊犬の下にいない、このブレッテンの方、宮跡で書いてあるね。これはなんかかすかにね、覚えてもないでね、覚えてないね、あの頃はさっぱりわからんからね。だけどね、それで誰でしたか、ブレッテンの後は携帯電話やったか、なんかおかしいんやけどね、5台ぐらい前の方をね、持ってきた携帯電話ね、携帯電話がね、お、ここに何かある。天皇の5代だったでしょうね、孫になるのが携帯電話だよね。この辺がちょっとおかしいんだけどね、本当はね。30何年ぶりかに来たんだけどね、ちょっとどうやらイメージわかん、前の来た時は。ただね、ここね、ずっと歩いた記憶あるんだけどね、こんなやったかな、さっぱり覚えてないね。この地名がね、桜井市出雲になるんでね、面白いでしょ、出雲市地名やからね。おお、これ眺めなかなかよろしいな、狛犬がちょっと入らんか、この狛犬が入れないかね、これ狛犬、これ。飲みの福江さんと誰と誰だったかで相撲取ったんやな。
西村の隼人さん、鎌倉時代作、はい、これいろんなところあるけど、これ鎌倉時代だったら古いよね。こんなどうやったかね、このね、この長谷寺で、長谷寺でいろんなことやって帰りよく寄ったかな、そんな記憶あるんだけどね。こんなあったかな、前昔からよ、わからん。まあ40年代やね、50年になってない時ですわ、これ来たね。なったんやね、ちょっとね、全く残ってないからね、写真も何も残ってない。大枝さんはと思ってあるかもしれないですね。